事件発生から3時間が経過した現在、我が国内の混乱は交通、金融、通信、政府公的機関および各省庁とありとあらゆるところに及んでいます。国家存亡の危機ですね、閣下。君の意見は結構だ。で、そちらの要求を聞こうか、ドクターエッグマン。話が早いではないか、大統領。忙しい君のために手短に話そう。こちらの要求は単純明快じゃ。無駄な抵抗はやめて、我がエッグマン帝国に従え。さもなくば。さもなくば。貴様らの国が消えてなくなるまでよ。返事は24時間以内じゃ。No way!よっ、貴様、ソニック。何がエッグマン帝国だ。何なんだ君たちは。そうかっか、なんてことをしてくれるんだ。奴のことは俺たちに任せとけって。そうだ、テイルス。探知成功。場所はアークっていうスペースコロニーだよ。 OK、Let's move it。待ってよ、ソニック。大統領、エージェントからの定時連絡が入っていますわ。あのピラミッドの中に？ああ、エッグマンのやつが入ってくのを確かに見たぜ。それより、あのコウモリ女がエッグマンたちと一緒だったってのは本当なんだろうな。うん、きっと宇宙に出るための手段が何かあるはずだ。スペースコロニーだかなんだか知らないが、あのでかい大砲ごと奴らをぶっ飛ばしてやる。僕、入り口探してくるよ。